about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. こういうとこもっとよりできたらもっといいのになとか自分で求めてるものとかありますか？そうですね、縦にもうちょい行けるようにしっかり突破したいですね、うんうんうん、縦の方が自分得意なんでそれ習いたいです、はい、基本的にこう真正面に入ってこう縦にもうちょっと行きたいなって感じですね。軽くで、はい、軽くでここでポンってやると、はい、ここで止まっちゃうじゃないですか、はい、蹴ってその足がそのまま止まるんです。はいはいはい。タン、はい、そう蹴ったとこに。はい。で、そうなんです。ネイマールとかもそうなんですけど、例えばネイマールとかだとタン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 、タンでここなんですよ。はい。でここの半歩分一歩分がそのギリギリなのか、半歩後ろとかにディフェンスがいる状態なのかっていう違いになる。はい、こうだったところを、はい、こうここ入れて蹴ってから。例えば斜めに仕掛けて、ここから縦にしたら、この前にしたこれ。でもそれってね、例えばリベリーとか、はいはい、ダンダンってなるじゃないですか。結局、この後止まってるんで、そこから走るんですけど、リベリーの場合の決まり手は、ここじゃなくて、ここなんですよ。これの決まり手は、ここなんです。こっからのことだけを考えれば、走る動作に一番近いものの方が抜き味がいい。こういう感じで普通に中ぐらいここです。あ、できる、うん、走りやすいところ、なんかこういう飾りを入れてこれが難しいな。何数判断できるんですか？うん、ダウン蹴らないで、ただ、はい、ニューロークで走るだけ。わあ、難しいなぁ。やりたいです。今のやりたいです。で、ネイマールの場合は、さっき言ったみたいにパンってやって、こういうの入れて、こういうの。いや、すごい勉強になる、マジで。もう天才だし、自分なんか足元及ばないのが余裕で、岡部さんの、いやマジで上半身の使い方で、はい、自分の動きって内旋してるんですよ。体の親指が内側を通って後ろに行くと、で、中に関してもグッて言ってます。これがこういうよりスピーディーになったりするので、はい、シュートの時、はい、外旋なんですよ。こうなってる状態で、でも俺絶対そうっすよ。はい、それがこっち側になると、これと、これと、ちょっと内側と、さらにちょっとだけだけ軽く広がるから、こうとこうの違いと、ね、そうですね、はいはいはい。基本的にはそこまでスピード上げるときは自分もこうやってやったら、こういう感じでぐるぐるやって、こうやってあげます。こうやってあげて、こうやったらこういう。あネイマールとかめっちゃ上手いじゃないですか。これは、うん、はい、まあ、後の部分はご飯食べながら映像で、はい、ぜひお願いします。行きます。はい、チーズ。